皆さん、こんにちは。今日、森友問題の、先日行いました記者会見、その中で、問題提起させていただいたお話をもう一度皆さんに詳しくお届けしようという試みです。今日は、森友8億円値引きの根拠写真の偽装を暴いた小川参議院議員に、おいでいただきました。インタビューさせていただくのは環境ジャーナリストの青木康と申します。よろしくお願いします。小川さん、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、で、先日の、5日の記者会見の YouTube を、配信したところですね、こういうご返事が返ってきました。これはすごいですね。政治に疎い私でしたが、こんなインチキにはびっくりです。この、講演の準備等に関わられた皆さんにお礼を申し上げてくださいと、そういう声が届きました。やはり、私たちが思っていた以上にですね、この問題は、ある意味では分かりやすく、で皆さんに影響を与えるような、問題になっているようなんですけども、最初に小川さんからですね、先日の記者会見の件で、強調したかった点だとか言い残した点、あるいはそのご感想がありましたら、うん、ちょっと最初に一言は。はい、去年の春からこの森友学園の問題、徹底的に追及しておるわけですけども、当初はですね、財務省はもう交渉記録、決裁記録と廃棄したくはないと言っておったわけです。しかし、廃棄したものとは、正規のものは廃棄したけど、個人が持ってるとかたまたまパソコンに入ったものがあったということでですね、かなりの量の記録が今年の5月ですか、公表されました。そこを見ますとね、結局森友学園は深いところからね、9.9 メートルだとか 3.8 メートルだとか、そんな深いところからゴミが出てきたとは言ってないですね。で、なんか去年の秋にテレビでスクープで、放送されましたけど、業者と当局、財務局の職員との協議の内容が録音したテープがあってですね、深いところからゴミが出たストーリーにしようなんてことを財務局が持ちかけてんですね。そんなところから結局は全て、財務局あるいは航空局、国主導のですね、値引き、不当な値引き、その口実のためにですね、ありもしない、ゴミをあったことにしたんじゃないかと、こういう疑いがますます確信に近いほど濃厚になっているんですが、そんな話ですからですね、これまでゴミがあった、埋設物があった云々かんぬんって出てきた写真がですね、写真自体が明らかにおかしい、嘘ついていると、嘘の説明に使っているということがですね、写真自体から分かります。その写真自体から分かるところをですね、前回説明させていただいたわけであります。今、深いところから、出てきたゴミだっていうふうに必ずしも主張していないっていうのは、我々国民というか、市民サイドから考えるとですね、従来国が言ってきたことと少し違ってるなという感じはしますよね。
つまり一度ゴミは、3メーターまでのゴミは取ってる。で取ってるんだけれども、そのさらにですね、工事に入ったらですね、3メーターよりも深いところからゴミが出てきたんだ。したがって、新たにですね、算定をし直ししてですね、その分格安にしなきゃいけないんだっていうようなストーリーだったような感じがするんですけども、その3メーターまで、3メーター以上からですねゴミが出てきたとは言っていないっていうのはちょっと驚きですよね。そうですね、まあ、そこまでデタラメいいのかという実感は持ってるんですけども、はいはい、ただ財務局が残した交渉記録にですね、はい、森友側の申し出がですね、具体的に、記載されてますんで、はい、で森友側の言い分は、その前年に埋設物を全部撤去する工事を、うん、森友側がやったんですけども、うん、その時に、コンクリートや鉄管は除去したと、うん、まあ、建築に支障があるから、それ以外にまだ前々からあると分かっているゴミがたくさんあると、うん、これを実は取ってないんですね、ほとんど、うん、残してる、うん、でその残したことを森友がその時言った話はですね、財務局が残すと言ったから残したのに、うん、とんでもないゴミがたくさん出てきて工事ができないから困ってると、うん、まあ因縁に近いようなね、まあ因縁そのものかもしれないけど、そんな話なんですね。でそんな申し出がちゃんと3月11日や3月14日のですね、財務局の応接記録に載ってるんです。で財務局は3月11日にですね、いや今まで分かってるゴミとは別の新たなゴミが深いとこからですね、杭工事やったら新たな深いとこからゴミができたんだと、うん、一貫してもこの国会の議論の最初から説明しておったわけですけども、応接記録にはやっぱり杭工事から出てきた、深いとこから出てきた新しいゴミが出てきたというですね、何にも書いてない。つまり森友学園の言ってきた申し出とは全く違う、うん、新たな深いゴミが出てきたということをこの国が作り上げたんじゃないか、だからそういう作り上げたことを説明するための資料として提出した写真が、うん、実はボロボロに、嘘があると言いますかね、うん、工作じゃないかということが出てるんじゃないかと。わかりました、うん、ちょっと多分初めてお聞きの皆さんがですね、うん、ちょっと、ストーリーが なかなかついていけないんじゃないかと思いますので、うん、少しですね問題を原点に戻しましてですね、うんうん、森友の革新点、これ国が、まあ、今見解変更してきてるんですけども、有名メディアでもですね、森友の革新は埋設ゴミがあったかどうかという、で埋設ゴミっていうのは今ちょっと問題になってるんですね、新たな埋設ゴミがあったかどうかということです。で、経過のポイントの中でですね、ちょっと、これ、踏まえておいていただきたいのが、もう一昨年、なんですけども、2015年の5月の29日に国と森友学園が有償貸付契約書を結びました。で7月に、貸付を受けてる中で、森友学園が中道組にですね受け負い委託をしまして、中道組が土壌改良工事に入って3メーター敷地内の3メーターまでの深さから埋設ごみを約953トン撤去しています。これは参拝マニフェストで分かっている事実です。でこの、土壌改良工事としてですね、校舎建設の前にゴミを撤去していたという事実はほとんど
知られていません、皆さん。で、翌年の2016年に1月からですね、藤原工業がやはり森友学園から受け委託を受けた藤原工業が校舎建設工事に入っています。で、そこから、その校舎建設に伴って、194.2トンの、ゴミをですね撤去したという報告がなされています。で、これが大きな経過でしてですね、で今回の、2つ、問題になっているですね、写真資料っていうのは、どういう経過の中で作成されたものなのかといいますと、そういう藤原工業が校舎建設に入った2016年の3月11日に、9.9 メートルの規則の工事中にですね、深部からゴミが出てきたという報告があります。で、3月14日にはですね、近畿財務局、大阪航空局が、立ち会ってですね、用地を撮影しています。で、その時に実際に掘り出された、ゴミが掘り出されたのか、ゴミが、その埋まっているのかどうかということを確かめるためにですね、国の方が業者に対して試掘をしてほしいということを要請して、業者が試掘をしているわけです。で、試掘の結果を撮影したのが3月30日です。近畿財務局が、17枚の写真を撮影しています。これが、今回問題になっている17枚の写真資料で、その後にですね、その4月5日に大阪航空、今度は大阪航空局、国交省大阪航空局が掘削した穴と、掘削した埋設ごみを撮影しています。これが21枚の写真資料で、これが今回、こういう、写真に写っているような、埋設ごみが新たに見つかったということが、8億円値引きの大きな根拠になっていたわけですけれども、その写真がですねおかしいんだよということを、小川さんらがですね、一応見つけていただいたという経過なんです。去年の国会での論議の中で、財務省と国土交通省が説明資料としてこの今の経過の、3月11日に報告があって、3月14日に、現地に行った時の写真がこの写真です。で、これは国会議員の皆さんに提出された時に、大体こんな感じで、小さい感じでですね、まあ栄養な紙ですね。あ、全体として栄養な紙、はい、ああそうです。そうすると何かよく分かんないですね。この中から分かることっていうのはどういうことが分かりますか。まあ今となってね、はい、言わせてもらえば、この写真で言えばですね、はい、政府、国は国工事でゴミがたくさん出てきた、はい、その土がたくさん積んであるって言うんですけどね、はい、国ないですよ。ああ、なるほど。国を航空局はですね、財務局は382本、はい、直径1メートルの国がですね、はい、382本この校舎の敷地には打った、うん、その382本打った杭、 9.9 メートル打った杭から、うん、たくさんゴミが出てきたと言ってるんだけど、杭を打ちゃ杭の頭が出てるんですよ。あ、はいはい。で、7、8本あるんですね、はい、杭が、はい、あ、ここにはないか、はいはい、7、
7、8本は写真上確認できる。あの今おっしゃってる杭っていうのは、うん、ここ自体が軟弱の基盤だったので、一応あの、うん、安定したところにあの杭を打って届かせてですね、うん、建設物の、まあ、耐震性とかそういうことの、うん、あの保証するっていう、そのため の, あの杭ですよね。そう、あの森友学園が、はい、自らボーリングやりましてね、はい、で軟弱だから、軟弱地盤だから、あその分保証しろという話をしておりました、はい、で、ただ財務局の方がですね、うん、そのボーリング資料をですね別の専門業者に示したらですね、いや別に軟弱地盤じゃないと、はい、まあ、こんなやり取りもですね交渉記録に記録されてるんですけど、ね、だから、まあ、軟弱というのはお金欲しい人が少し大げさに言ってるだけで、大した軟弱地盤じゃないから、クイーンがそんなに382本というものすごいですよ。だって1メートルのね、直径1メートルのクイーンが382本って言ったら、校舎の下にもう杭だらけの状態でしょ。つまり382本の杭を打ったという見積もりで金額が高くなってますよ。だけど杭工事は3月までに終わってんですよね。杭工事が終わった後にその杭からゴミが出たというのを見に行ったっていうけど、杭ないじゃないですか。でこれ写真見るとですね、うんうんうん、なんか表面しか写ってませんね、地表面しか。うん、だからその地表面に杭がないんです、うん、杭もないし、だからデタラメだってことですよね、382本の杭があったって話自体が。まあまあ、そういう結果の中で、掘削しなさいということで、うんうん、8箇所の、うん、8箇所掘削してですね、うん、17箇所に掘削した、うん、あのまあ、埋設ゴミをですね、うん、山積みにした時の写真がこの3月30日の写真ですね、うん、これがね、うん、でこれもこういう形で当初提出されたんです、うん、そうですね。まあこれはね、杭を打った部分は 9.9 メートルの深さでゴミがあると計算したけど、はい、杭を打ってない部分は 3.8 メートルの深さでゴミがあると、はい、一定面積が広いから、うん、しこたまゴミがあるということで積算されて8億円になってるわけです、はい、で、3.8 メートルまでの部分でゴミがあるということをなんで確認したかといったら、うん、業者が掘掘した穴を見て、財務省局も広告局も確認したと言ってるわけです。でその確認した写真はしたらこれが出てきたわけですね、3月30日に財務局が撮った写真です。これ、うん、あのちなみにですね、うん、あの1番が掘削穴なんで、うん、掘削した穴なんですけど、うん、それ以外はですね、うん、でも山盛りになった、うん、山積みになった、うん、その埋設ゴミなんですけども、うん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 、これそれぞれ、別個のところに積み上げられたものなんですよね。ですからね、はい、この工事とかそういうものを客観的に残す資料としてデタラメですよね。普通あの掲示板つきますよね。業者がやるんだったら、はい、穴を取って、はい、で穴がどこにあるかという背景を入れた写真も撮って、はい、で、もしあの担当者がいれば担当者がその説明の番をつけるとかですね、行って穴がどこにあってどういう状況かということをちゃんと撮らなくちゃ、写真撮らなくちゃいけない。ところが実にいい加減でですね、 8箇所の試掘を確認したと言いながら撮ってる写真はですね、どこの場所から撮った穴か分かんないのがあって、うん、あとはなんかどこに積んだのかどこの穴のゴミなのか全く分かんないっていうですね、この資料全体で実にいい加減なですね、適当な写真ですね。で適当であるだけでなくて、後で話するように客観的な矛盾もこの中にはあったということです。じゃあまあとりあえずその、うん、この提出された資料の範囲でも、うんうんうん、あの例えば8箇所から掘ったと言いながら、うんうん、穴の写真は1箇所しかなかったとかですね、うんうんうん、そういうまあ、あの問題があったということですね、うん、そうです。で
それがその17枚の写真の中の3枚目と16枚目なんですけども、これは確かですね、3枚目と16枚目はこの、示された地図でいうとですね、約50メーターぐらい離れた場所のその土盛りの写真だったはずですよね、これ見ると全く同じなんですけども、これは別の箇所の 写真として説明されていたわけですか。いや、これはもうあの先ほどの地図を、はいはい、これですか。もうちょっと詳しい地図が、3番は、はい、これか、はい、すいません、3番、そうです、3番は、はい、こう撮ったって言ってるんですね、はいはい、で、16番はですね、これが3番で、16番は、16番、はい、16番はこう撮ったって言ってるんです、はい、まあ3番と16番ってこれあの広い土地ですから、まあ、50メートルは離れです、はい、ですから同じ穴を間違えたんじゃなくてですね、要するに同じ写真をこっちの穴だこっちの穴だという同じでありえない写真として使ってる、つまりデタラメなんですね。そうすると、まあこれは、誰が見てもですね、ちょっとひどいなっていう感じがするんですけども、これそれだけじゃなかったですね。小川さんが、示された写真と17番、これ4番と17番は確かにですね、見ると一見するとこの4番の写真と17番の写真はですね、違う場所で違った写真のように見えますが、だけどこれも実は同じですね。でこれはね、まあこのなんか紫のものがここにある、ボトルがあります、はい、から後ろを見てください、はい、このトラックがね、はい、映ってる、はい、つまり同じものが遠近なんですね、だからただこれはあのゴミから近いと、はい、ここはただ遠くから撮ってるだけで、でこの部分を拡大するとこれになるわけで、同じものですよね。じゃあちょっともう一回皆さんにご説明すると、4番の写真と17番の写真はあの場所的にはですね、これで言うと4番は4番はこれね、はい、だからこっちへ撮るんですね、こっち4番で、こっちが西端をね、だからここら辺だって言ってるわけで、17番は17番はここだから、はい、ここらで行ったらいいですね、こことここはまあ30メートルな、25メートルから25メートルか30メートル、 30メートル離れてますね。で、25メーターから30メートル離れた場所の写真として説明されているのが、この17番の、左下のに注目をして、これをですね画像処理をして拡大したんですけども、拡大すると、もうその通りですね、このボトルの位置、ここにあの土の塊があってひび割れてるんですけども、このひび割れてる、これ全く同じでですね、4番とこれを見ると全く同じっていうことが分かりますよね、はい、でこの写真資料で別のものだっていうふうに説明 して、何のためにこれそういうその嘘をついたの。いや結局だから全体がデタラメなんですよ。つまり、試掘をやって、はい、ゴミが出た、はい、じゃあそのゴミを確認しようというのがまともな流れなんでしょうけど、はいはい、結局見えてきて分かってきたことはないのは分かってる。ただ出てきた資料をなんか形作んなくちゃいけないねと言って、形いい加減な資料を作った、まあ、やった時はこんな国会で大問題になると思ってないでしょうからね、ですから初めから適当な資料を作ったしか考えられないですよね。それでですね、まあ国会でのそのこの3月30日のこの写真はですね、
去年の2月の27日に、うん、一応あの細かい写真ですけども国会に提出されていた、はい、で国会の議論の中でですね、うん、これはこれだったらですね 3.3 メートル以上の深さのところから掘り出したゴミだっていうことが分かんないじゃないかということで、それが分かる資料を出してくださいっていうのを、まあ小川さんはじめ野党の議員の皆さんが、要望されていたわけですよね。まあはい、まあこれいい加減だということを国会で質問しましてね、はい、でまあ彼らも説明できないわけです、はい、あのでじゃあこんないい加減な資料で、積算したのかと言ったらですね、いや実は積算資料としてもっと確かな、ね、資料がありますと、もう試掘の深さもメジャーを入れて測って、はい、確認できたと、はい、なんか国交大臣も言ってましたね、はい、自分も写真を見て確かに、メジャーで確認できる、はい、深さも確認できる写真があると、はい、でもあって確認したんなら見せてくださいと、ただ見せてくれないんですよ。それが出してきたのが21枚写真資料っていうやつですね。でそれ、うん、すぐ出してきたんですか。いやいや、ですからそれで通常国会は終わっちゃったわけです、はい、ここの写真はいい加減だと、はい、じゃあ他にあるかしたら、いや他に確かな書類がありますと、はい、あるなら出せと言ったけど、いやなんか業者から承諾をいただいから出せないとか言って、うん、確かな資料がある、もうそれ見て間違いなく確認しましたと大臣まで答弁したものがですね出さない、で出さないまま通常国会終わっちゃった。で秋になったらですね、はい、朝日新聞がそのうちの1枚をスクープしてですね、はい、で、もう結局出さざるを得なかったんじゃないでしょうかね、国交省は。朝日が確か、うん、スクープした8月去年の8月の22日ですよね、うんうんはい、で朝日がスクープをして、うん、でスクープをしたんですけども、うん、国会で問題になったのは去年3月に問題になっていて、その間ずっとあるはずのその資料がずっと秋まで出されなかったということですよね。まあ都合悪いから見せられなかったじゃないですか。ただね、はい、業者が出すことについて、まあ、業者が作成した資料ですか、はい、業者が提出した資料で業者が見せられないと言ってるからって言うけどね、だけど他にも業者が出した写真は ありましてね、それは出してるんですよ、同じ業者がこれ、うん、でいずれにしろじゃあ業者に行っていいですかって聞いてくればいいじゃないかと。これだけど普通ですね、試掘、うん、をしろっていうのは国が指示をしてですね、うん、でやはりその、うんゴミがあるかないかということで、うん、であればですね、うん、その結果的には8億円値引くみたいなことを契約に結びついている重要な資料で、国がその業者に指示を出している以上は少なくともお金も国が出しているはずなので、出さないとかいう話がそもそもですね素人で考えたっておかしいなと思うんですけど、うん、そこら辺いやおかしいですよ。だから初め口だけでね、確かな資料があると確認しましたと言って、でき出さないで、済ませれば出さないで逃げ切っちゃおうと思ったんじゃないですか。だけど出さなきゃならない状況に組まれて出してきたと、それが昨年の秋ですね。じゃあその いよいよですね、うん、じゃあ国が去年の秋に、うん、出してきた21枚の資料のこの一部分なんですけども、うんはいうん、これがそうですね、一部分ですね。そうですね、うん、でこれはまあこう変な番号の付け方をいろいろしてるんですけども、うん、まあこの写真、こちらに写真ナンバーということでちょっと書かせていただいたんですけども、うんうん、これでこのナンバー1の写真が確か8月の去年の8月の22日に朝日がスクープした写真とほぼ
同じ写真です、ね、これですよね。はい、そうですね。でこのナンバー2が今年の10月の11日に、うん、やはり朝日が一面トップで、うん、こういう写真がありますよっていう、うん、これは 3.8 メートルの深さって言ってるんだけども、うん、実際は3メーターまでしかない、ないんだっていう。で3メーター以上に、ゴミがあったっていうことの、立証の写真にはなってないよっていうふうになったんですけど、うん、小川さんがご覧になってこの写真ご覧になって、うん、どういうところが、まずね、はい、まあ、これで発火者の穴の写真を出してきたと、はい、まず写真の上に驚くのがね、国交省は 3.8 メートルの深さでゴミがあると、はい、全体があると計算してるわけです。で試掘の結果だと、はい、ただ試掘したところを全部が 3.8 か、あるいは平均したら 3.8 メートルかと思ったら、はい、8箇所のうち一番深い穴が 3.8 メートルまでゴミになったと言ってるだけで、うん、他のところは3メートルもない 1.7 メートルまでもしかないと。ただ普通の計算だったら平均を取るんじゃないですか。それを平均取るっていうよりもほとんど同床できる資料ではないですよ ね、 すね。それを8箇所掘ったやつの一番深いところを基準にして全部そうだっていうのは理屈から合わないよね。それからこれごめんなさい写真でね、はいはい、でこれあの同じナンバー1ナンバー2 3これもナンバーあるけどね、はい、こっちはその穴の番号ですね、ここに書いてある、はいはい、だから1番の試掘の穴の写真が、はい、これ1、2、3枚あると、はい、こういう意味なんです、はい、でこれが 3.8 メートルあるって言うんだけど、うん、これだと先端見えないんだから何の根拠にもならないんですよね、はいはい、でこれはこの、ま、なんかメジャーが黄色から始まったんだそうです、うん、1メートルごとにこれきっとこれ水の感じですね、うん、はい、いずれにしろメジャーの先端が黄色だと、はい、で1メートルで黄色、白、黄色だとすると黄色、白、黄色で3メートルなんですよ、うん、3メートルじゃないか、はい、まあ、国交省はね、いや、上1メートルも映ってないんですとこう言ってたんですけど、まあどうですかね、はい、でこれはね、はい、今度穴を掘った、その泥を積んだこの1番の穴の泥だと言ってるんです、はいはい、でこれね4メートル掘ったって書いたんですよね、はいはい、全て、うん、だから穴の写真には3メートルだこれナンバー1ってのはね、はい、ナンバー1番の試掘の穴の写真で、はいはい、写真の番号が123で、ねはい、全部試掘穴の番号ってことですね、うん、ナンバー1っていうのはでこれは共通していて、うん、でこの、うん、あの、前説紙っていうのは、うん、ここから掘り出したもんだってことですね。そうだね。でこの深さ掘り出した深さは3メーターって書いてるんですよね、うん、掘ったのが3深さ3メーターしか掘ってないんで、はい、深さ3メーターしか掘ってないのになんで、ね、4メートル3メートル違うし、ところが、うん、この3メーターっていうふうに掲示板では書いてるのに、うん、この説明では、うん、GL あの地表面から4メーターまでの深さ、うん、掘りましたって書いてるんですけども、うん、これ中身は明らかに違ってるんですけど、これはどういうふうに説明してるんですか。まあ、今現時点では、はい、あのやった従業員が未熟だったって間違いだと、はい、まあ、言ってるわけですけども、ただまあこれもね、国交大臣がね写真見てこれでメジャーで確認って 3.8 メートルのゴミを確認しましたというにはあまりにお粗末じゃないですか。これだけど国交省の専門職の人間がこの写真を提出、国会に提出していてですね、この掲示板で3メートルって書いてるのはですね、4メーターの説明書きをですね、そのまま国会に提出するっていうのはほとんど考えられないです。いや普通の事務としてね、じゃあ一般の土木工事、国の工事をね監督しに行くときに、はい、こんな写真で通しますか。ねえ、だけど通すわけがない。本当に国は、うん、ほとんど崩壊しているというような感じですね。ですから結局あの実際に地屈が、はい、ゴミがあってそれを確認しに行ったんじゃなくて、ゴミがあったことにするためにそういう状況を作った写真だと考えると非常に
スムーズに理解できる。で、うん、次のですね、うん、この、番号がちょっと飛んでる場面は、比較のためなんですけども、これはですね、やはり同じ写真で、ナンバー7、ナンバー7はですね、この穴のゴミの層は、800から、0.8 メートルから 2.7 メートルまでの間がゴミ の、あの層になっている、でナンバー10と11は、地表面から 1.2 メートルの間がゴミの層になっているという説明になっています、この穴とこの穴はもともと全然違うその穴なんですけども、これ小川さんが見つけられたそのナンバー7とナンバー11はですね、同じじゃないかと、同じ穴じゃないかということですよね。はい、ですからもう一度、これはあの私屈の穴の番号の3番の穴なんです、はい、で、これは写真の番号でね、はい、だから7番の写真番号の7の写真は、私屈3の写真なんです、はい、で、この10、11は、私屈4の、はい、私屈ナンバー4の写真なんです、はい、全然違うのが穴だってこと、こっちは一緒でいいんだけどね、はい、こっちは一緒なんだけど、これとは別の穴の写真なんです、はい、説明ではね。ところが、だから、こうやって写真を、まずナンバー7とナンバー11を比較すると、ナンバー7のここの部分を拡大、これ拡大したわけじゃなくて、これはナンバー11の写真なんですけども、全く同じですよね。同じですね。ここの、土がですね、出っ張ってる部分と、ホースがホースの下に石ころがある、でここになんか、竹かなんか の、あの草が、あの木が、トマトものがある、これ全くこれ同じですよね、でこれを別の写真として別の穴のね、はい、穴の写真として提出してたわけですよね、まあ業者が所有資料を提出して、はい、航空局はそれを気づかずにというかね、あるいは黙認したのか知りませんけどね、いずれにしろこういうデタラメな資料が出されたものをもとに航空局は8億円を の数字を算出してね、値引きしたということです。これ、ナンバー7とナンバー10の比較なんですけども、これはちょっと分かりにくいんですけども、このナンバー7のですね、この角度から撮った写真を、これと比較しやすいためにこういうふうにちょっと、回転させたんです、回転させるとですね、ここの石の様子だとか、ここの石の様子だとかっていうのが全く同じで、同じだということ、ナンバー7とナンバー10も同じだっていう、別の写真ということで、別の穴の写真ということで説明されてるのが同じだということが一応分かりますね、そうするとちょっとですね、こういうそのまあ明らかに、8億円の値引きの根拠とされた、こういう写真がですね、明らかにこれ偽装されていたというふうに言っていいわけですよね。ですから業者が、はい、あのゴミの量の算定資料として、はい、航空局に提出したわけです、はい、だからこういうレタラメな資料を作ったのは出したのは業者です、はい、だけど航空局は見逃すわけないんですよね。私みたいな建築の資料ってだって見てすぐ分かるし、根本において、とにかくこんなのいい加減なんですから、穴がどこじゃないか、まあ、同じこと何回も言ってもすみません、どこの穴なのか分かんないし、穴の中まで見えないしね、そんな写真で、判断すること自体はおかしいけど、写真自体がこうやっても一見してあのデタラメだということが分かる。なのに航空局はこれをもとに、ゴミを算出して8億円の数字を出したわけですね。
これ、うん、まあさっきの話で言うと、うん、17枚資料っていうのは、うん、やっぱり深いところから、ゴミが見つかったという話があって、うん、で本当に、実際掘ってみないと分かんないでしょうということで、まあ、8箇所試掘をして 17箇所、の掘った、埋設ゴミ、その写真が提供されてきた、うん、でそれはさっき、ご説明ありましたように、全く別の写真をですね、同じ、埋設組の写真をですね、全く別の組の写真だっていうような説明があったっていうことが分かった。でさらにですね、本当に深いところから掘り出されたものなのかっていう資料を出しなさいって言ったら、まあ21枚の資料が出されてきた。しかし、小川さんが一番最初に、お話になったように、深いところ、つまり3メーターを超える深いところから、掘り出したっていう写真を出しなさいって要請したにもかかわらず、出したのは8箇所のうち1箇所しかですね、3.8 メーターを超える、写真は1箇所しか、まあ、なかったっていうことですよ。でしかもその 3.8 メーターっていうのもよくよく見るとですね、3メーターでしかない。掲示板にも3メーターっていうふうに書いていると、もう全くその、むちゃくちゃな話なんですけども、これをご覧になってですね、今、まあ、今後の、国会での追及の問題を含めてですね、どういうふうにお考えになっていくかというのをちょっと、うん、まあこれはね、航空局が8億円余りの、その値引きの算定をする資料として、はい、全く根拠がないということを、まあ説明させていただいたわけですけども、はい、まあ、根本はね、値引きしなきゃいけないから、うん、値引きの理由を考えたらゴミしかないと、はい、言うんで、ゴミがあることにしようと、うん、いうことを国側がね、はい、ストーリーとして、描いて業者に、適当なものでもいいから資料を出させたと、うん、つまり本当にゴミが資料なんかないんだから、こういうふうに、考えられるし、ですからこれはすでにスクープで流れてる財務局が業者に対して深いところからゴミが出たストーリーとかね、うん、業者がいや深いところからのゴミはないです、あまりないと言ってるのに、いやそういうストーリーだと言ってる、その録音とぴったし合うんですね。そうすると問題はどうもこれは具体的にゴミがどうのこうのの理由で値引きしたんじゃなくて、値引きが先にある、はい、じゃあなんで国有地を値引きして売るのか、はい、なんで値引きして売らなきゃならないのか、そこに政治がどういうふうに関わったのか、うん、ここが一番だ。理由もないのに、財務局や国交省局が国有地をですね、ただ当然で売るわけがない、ね、と、そういうふうに、交付局は財務局や交付局がね、こんないい加減な明らかに理由がない、あるいは自分から理由を作るような不正な不正不当な値引きをするに至った原因、理由はどこにあるのか、そこに政治家の関与がなかったのか、まあ、ここが大きな問題ですね。これはもともとですね、うんうんうん、その森友学園が、うん、その開校するためにはですね、その大阪府の条例でですね、その貸し付けっていうか賃貸で
借り受けた土地の上に学校を開校することはできないと、ちゃんと所有地として持っておかなきゃいけないっていう話、開校時点では所有していなきゃいけない。そうすると、2015年に貸し付けを受けたわけですけども、それはいずれですね9億5600万円を払ってその購入しなきゃいけない。で、購入するお金はないだろうということで、財務省が気を配ってですね、ゴミがあることにして、値引いたと、そういうストーリーです。うん、だから財務局が値引いてやったという財務局職員のレベルでね、うん、そういうことはちょっと考えにくい、はい、できないですよね、うん、まあ例えば財務局の担当者がね、はい、なんか事情があってね、安く売ってやろうと思ったって、はい、そんなことはできない仕組みなんですよね。財務局の担当者が払い下げた時に、でも価格は担当者は決められないんで、はい、財務局の中に特別な鑑定部門があって、はい、価格は鑑定官が決めるんです、はい、だから担当者の不正の意図を持ったってできないんですよ。つまり、うん、財務省全体として組織組みでないとこういうことはできないっていうことですね。まして今回は財務省、財務局だけじゃないですから、はい、航空局もいるわけです、はい、これ財務局だけの不正だったらね、はい、航空局怒りますよ。だって自分のところに8億9億お金が入る予定がね、はい、あんなただ当然じゃふざけるなって話ですから、はいはい、だけど財務局だけじゃない、航空局がそもそもね、うん、8億円の値引きの積算しているわけで、航空局も一緒になっているとこれは財務局レベルの話じゃないし、うん、じゃあ財務局も航空局もなぜ一緒になってそんなことしたのとなると、うん、これはもう職員レベルの話じゃない。で、ちょっと話が、ね、うん、なんですけども、うん、この記者会見の場所でもですね、うん、これだけの偽装があれば、やはりもう刑事罰に問えないかというような、うん、ご意見があったんですけども、うん、そういうところはどうなんですか。まあ、これは私の個人的な感想ですけどね、はい、背任には当たると思いますよ、うん、ただもし私が検事で担当官だったらね、はい、非常に苦慮しますね、うん、これは担当者が不正の意図を持ってやったんじゃないんで、もっと大きな上のところから、うん、の指示なり影響でやったことだと。そうするとそちらを何にも手つけないで、うん、実際の担当者レベルを、うん、刑事罰で、請求すると懲戒解雇にするというのは忍びがたいものですよね。それはそこを担当者、不正なことやったのは担当者、うん、そこを入り口にして、うん、それをやらせた本当の悪の存在をね、これを解明するなら私検事としてやる気があるけど、どうもこれ見てると上からのお達しで、どっか政治のね、巨大な政治の圧力、権力のね、影響によってやったように見えるんで、もしそうであれば、うん、担当者は私は背任に当たると思うけど、背任で、担当者だけを刑事責任を取るのは問うのはね、私と個人的な感想としては忍びがたい、本当のこの仕組みを作ったというかね、そういう行動をさせた人がね、きちんと責任を取るべきだというふうに思いますね。まあ、最近はですね、うん、いつまで盛りかけ問題かみたいな声も聞こえてくるんですけども、うんうんうん、この、まあ、今日お話を聞きしててですね、うん、こういう、まあ、1枚の写真ですよね、うん、まあ、ある意味で1枚の写真から、うん、とんでもないような、事実が分かってきてですね、これはその森友問題はですね、巨大記録事件みたいな感じにやっぱ発展していくような感じはするんですけども、最後にちょっとそういうことについてのご感想、うん、ですから担当者がね、はい、こういう、不当なことをやったってことは、うん、不当な払い下げをしたと、うん、いうことはもう客観的に明らかになると。あ、なるほど。じゃあなぜね、うん、
財務局も航空局も2つの省を一緒に動かせる人って言ったら相当大きな力を持ってる方ですよ、はいはい、まあ、だいたいそう、うん、想像はつきますね。財務局の属員、財務省の属議員がね、あの政治家が財務局のことを動かそうとしたって、はい、国交省うんと言いませんよ。自分のところも8億円パーになるなんてね。で、国交省の属議員が国交省を動かそうとしたって財務省ダメですよ。なの自分の国有財産を管理する義務があるから。だからここはね、一つはね、国交省と財務省の2つの役所が歩調を合わせて一つのこういう不当な払い下げをしたということは、財務省も国交省も一緒に動かせる大きな力を持った人の影響が あるんじゃないかと私は思いますね。なんかあのウォーターゲート、これちょっと聞きかじりなんですけど、うん、ウォーターゲート事件もですね、うんうん、やっぱりその立件していくまでですね、うんうん、あの2年から2年半ぐらいかかったっていうんですけど、そろそろもう森友ゲート事件もですねそろそろ頃合いに来たような感じがします。今日はどうもありがとうございました。